はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ミンストレルソングロマンシングサガミンサガですね。第5回目くらい、今回ちょっと、イスマス城あさりに行きましょう。スーファミ版と違ってイスマス城も確かなんかアイテムがあったはずなんで、イベントをこなすつつ、イスマス城見てなかったんで、アルベルトせっかく戻ってきたところになりますのでやっていきます。敵は多い、なんかめっちゃみんな向こうに行ってんだけど、それなりのものがね置いてあったような。うわー、追われてる。あと一応待ってスキルとか、そこら辺は揃えてきました。ドレスソード、あれはやぶさ切り、あ、そうか、変わったからだ、変わったからはやぶさ切りがタダで打てなくなってる。ブレード1回打っちゃおう。でレイピア でシングルソード、この2人は全然ちょっとまだ初期状態です。70、それなりの火力は出るようにはなってきたかな。30とか弱え。やはりシフだな、グレードロード一掃する。これでパラメータがどんどん上がってくれれば、なんかいろいろね金をかけたんで、もうメンバーこれでいこうかなって思ってます。あ、敵一体か、敵一体だったら、普通に大木立ち切り、そっか大木が今2人打てないんだ。バルハラ戦士いなくなったから、バルハラ戦士いなくなったのマジで痛手だな。ジャンルはでもレイピア持ってるから強えな。シフは異常、こいつはマジ異常火力者だから。上がる上がる、どんどん上がってくれ。イスマス城どっから入ったっけ、こっちか。めちゃくちゃボロくなってる、門番の犬で大木。このターンでこいつ青いやつを倒せるか。ホークがまだ弱いな。手斧だしシングルソード、初期の武器がやっぱ弱いな。なんでジャミルレイピア持ってんだろう、2番目のやつ強い。あ、アルベルト強いわ。上がれ上がれ。アイテムもゲットしたいよね、売りたい。いかんせん金が足りん。そうで、マップアビリティ罠解除をね持ってった方がいいらしいっす。うわー、いっぱいいる。さあ、いっぱいいるときはどうするか決まっている。ブレードロール、これを打つ。ブレードロールで他の雑魚敵は倒せるんじゃないか、周りにいる。こいつだけだな、厄介なのは。返し突き、ちょっとシフちゃん遅いんだけど。スピットファイヤー、うわうわうわ、結局最後かい。ブレードロール、まあでもこれで全員倒せれば全く問題はない。強い、素早さ上がってくれ。マジで狩人の弓、弓誰か持たせる。バーバラとかちょっと弓にしてみる。狩人の弓ってどれくらいの強さのやつだ。攻撃力10か、ダメだ。もうちょっと強いやつ、17とかあったら持たせてみようかなって思ったけど。ブレードロール、ブレードロール頼みだからな。ちょっとこいつらにブレードロール使うのはもったいなかったか。ただこれでワンターンキルができるんだよね、すげえ楽。サイコショックが1ターン目から打てれば全く問題ないんだけど、ちょっとアルベルトの初期 BP が低いから弱弓、さらに弱いやつがあるのか。ブロー、
敵が。いや、これは多い。あ、先手取ったんだったらサイコブラストいけんじゃん。で、ここブレードロールお休み。アルベルト、お前の力を見せろ。強い。よし、LP 減んなかった。しかもよし、 BB アップした。 BB アップしていけないかな。先手を取ればいいんだ。わかった、5 これで先手を取る、それだけの話だ。で、サイコブラストいけ。1減った。めちゃくちゃこれ強くなりそうだな、このイスマス城の経験を得て。ではさすがにもう無理。だからあのゴロゴロはブレードロールだな。斧もう一個持ってこようかな。衝突拳はやぶさ、あ、散らそう。これはちょっとさすがにブレードだけだと始末できないから。フレキシブル、やばい。シフが死んだら一気に戦力がガタ落ちになる。払い抜け、ゴロゴロ、ゴロゴロってスタンするんだよね。ほら、どのレベルをもうちょっと上げたい。1人ミスったな。まあいい、打ち漏らしはしょうがない。あと5回、結構少ないな、そう考えると。いいねいいね、上がるではないか。敵多い。一旦ここ買って知ったるとこだからね、一応。あ、広間に敵がいるだけで、こっちの方はもう全然敵いないね。ここディアナの部屋、あれ俺の部屋なくなった。宝箱ある。これなんか大丈夫だよね、何も出ないってことは。キットンソックス、よーしとか言ってる。ディアナのキットンソックスを、まあ片身だからね、喜ぶのはしょうがない。スタン耐性、霊気に強い、猫のしなやかさ、一応持っておこう。高く売れたら高く売ろう。ルドルフの部屋、ここなんか父上の日記だ。あ、宝もあんじゃん。下流月3日、洞窟を探索、不思議な文様を発見。魔法に関係あるものか、国王陛下へ報告。水流月14日、待望の跡継ぎ誕生、アルベルトと名付ける。ナイトハルト殿下の良き片腕に成長せよと念ずる。イスマスとローザリアに栄光あれ。飛竜月7日、再度洞窟を探索、謎の文様を写しクリスタルパレスへ送る。伝説の封印に関係するものか、サルーインに関わる伝承にどれほどの事実が含まれているのだろうか。ディアナが弟をよく泣かす、困ったものだ。ちょっと宝箱開ける前にセーブしよう。金をね少し使っちゃったんで、いろいろそのアビリティとか覚えさせるのに。で、大丈夫、スマートガード、お、大丈夫だね。スマートガードは盾だよね、高性能な小型盾。剣と殴りしか回避できない。弓は回避できないんだ、弱い弓、弱い。じゃあもう少しイスマス城は探索して、逆側も見ますか。広間の敵は倒しきっちゃっていいのかな。そうするとこっち側なんか裏宝箱とかないよね、これ。
アルベルトの部屋はそもそも行けないよね、瓦礫で。敵がいるんだけど、ボスっぽいやつがいるんだけど、どんな相手にでも全力で立ち向かうんだ。ここは普通に行こう。立ち切り、数の暴力、おーいいね。さてそこから2戦目、敵の数を見よう。これはサイコブラスト決まりだな。わーこっちが早い。混乱した、いけ。混乱してる。プロテクター、あいつプロテクターすげえ持ってんな。やるか、ちょっとセーブしてから。サイコブラストが入ればだいぶダメージ稼げるから、アルベルト一旦目防御しようかな。裏に宝箱が見える。強そう、マジで強そう。防御、アルベルトを生かす。ブレードロールで周りを倒すでしょ。で衝突剣でパワーデビル、名前からして強そうだな。フォークブレードって何、8も使うの、トマホーク。いや、フォークブレードやってみよう。全力でいく。グラックラッガー、あ、暗闇になるだけか、それは悪くない。いけ、連携してきやがった。イビルイビ156226、まあまあまあカットインよし。159、さあ、あ、動けなくなってる。麻痺ってんのか、麻痺ったのか。なるほど、いったい、アルベルトやられた、最悪だ。しかも2回攻撃、これはもうちょっとシフも動けなくなってるから無理だ。やつだけ覚えたけどさ、これは逃げらんないよね、逃げらんねえよ。悲しい、やつだけ覚えたのに。いろいろ覚えたな。くほほ、こいつヒットポイントいくつあんだろう。ちょっと一回あれを打ちたいよ、ショックウェーブ的なやつ。サイコブラストか、全滅した。早かったか。リベンジ、サイコブラスト打ちたいのよ俺は。だから防御ブレードで、ジャン意外にやっぱ強いから倒しておこう。シャドーボルト、グーファン200かよ、全然無理だ。勝てる気が1ミリもしないわ。これでも倒せないのか、周りすら倒せないかんね。全然ダメだ。ほら、まあ、これ異常だよな。最後ちょっとダメージ食らってるし、一人時間差とか、まあ覚えるは覚えるよね技、やっぱり強いから敵が。連携してきた、コブラ飛び、めっちゃ打ちやな。ガハ449、連携、麻痺ってるわ。出たコブラ飛び550とか、全然ダメでした。撤退します。とりあえず北エスタミルへ来ました。ここでちょっと一つイベントがあるみたいなんで、それをやっていこうと思います。寝たい、武器を回復させたいから寝たいんだよね。こっちの方か、
これマップ上からさ、なんか行けるようにしたいよね。マリンここにもいる。あれ今どこにいるんだ俺。で、宿屋。あ、ここもスキル屋さんがあるな。ちょっと見ていくか。ローザリア重曹。特に変わりはなさそうだな。地域でやっぱりある程度決まってるね。いらっしゃいませ。普通で大丈夫。で、パブに入ってこいつかな。エスタビルの地下のカタコムに行きたいんです。護衛を引き受けてもらえませんか。いつよ。オッケー。でエスタミル地下道、エスタミル地下道ってマップある？ない。どこだ？敵が全然いないな。とりあえずなんか右へ行けばいいらしい。これがいいかな。え、これ何？さっきのやつ？もう少し偉そうなのはないかな。墓あさりに来たの？何をしているのですか？ミイラを探しに来たんですよ。薬の材料として高く売れるらしいんです。なんか出てきた。これがいい。なかなか偉そうなミイラだ。なかなか肝っ玉が座ってんな。感心できませんね。人様の家の探索を漁ってるわけではないし、洞窟で宝探しするのと何か違うんですか。いいミイラが手に入った。そう、帰りましょう。どうもありがとうございました。これはお礼です。やった、美味しすぎる。めちゃくちゃ美味しい仕事だったな。いなくなってる。あ、そっか、ここミリアムがいるんだ。これ何？娘がタルミッタに行ったまま帰ってきません。あー、なるほど。水流のイベントがもう発生してるってことだね。エスタミルがクジャラートに占領された時、町中に突然クジャラート兵が現れたというね。魔法でも使ったのかね。エスタミル王国時代の偉い人たちは地下のカタコームに葬られているよ。クジャラート人はタタリを恐れて近づかないけどね。古のエスタミル王国の時代、西からやってきたヴァンパイアがこの町を恐怖のどん底に陥れたんだ。それを救ったのがアムトの神官アグネス様と聖杯だよ。詩人仲間から特に話はない。いらん。特に誰かいるって感じではないんで出よう。ダオファイルがいなくなっている。これはコンスタンツ誘拐。ちょ、ここ引っかかるんだけど、コンスタンツ誘拐が始まってるかな。城の主としてはあなたを歓待せねばならないところだが、知人が牢獄で裁きを待っている。申し訳ないが遠慮していただきたい。話を聞かせてくれ。私の従者をしていたラファエルという者が手柄を立てて騎士になれた。しかし騎士の法によって今はミルザブールの地下牢の中。騎士でなければ罪に問われなかったのだが。だけ？騎士でなければ罪に問われなかったのだが。ミルザブール行きましょう。いる。結構さ、なんか広くない？あなたは誰ですか？私は裁きを待つ罪人の身。そんな私ですが、少し話し相手になっていただけませんか。暇だし付き合うか。ありがとう。私はこの城のお嬢様が好きなのです。その夜もコンスタンツと、ああ、彼女の名前はコンスタンツというのです。コンスタンツと口にするだけで胸が締め付けられるようだ。
なんだこいつ。すみません、話がそれました。それすぎだろ。あの夜もいつもの場所で待ち合わせて二人だけで話をしていたのです。私にはアムトの赤い月に照らされた彼女しか目に入っていませんでした。その時突然背後から襲われたのです。ミルザブールにまでモンスターが現れるとは考えてもいませんでした。彼女は連れ去られてしまいました。コンスタンツがどんな目に遭っているかわからないというのに、私は牢の中です。私は騎士失格だ。もう一回話すのかな。コンスタンツがどんな目に遭っているかわからないというのに、私は牢の中です。私は騎士失格だ。でもう一回ハインリッヒのとこ行くか。もうどんどん出る。行きは大変だけどさ、出るのは楽だからね。ポイゲンしたと。ラファエルになってきたよ。死でなければ罪に問われなかったのだが。ラファエルは一体何をしたんですか。ラファエルはミルザブールの城外で倒れているのを発見された。あれの話ではコンスタンツと話し込んでいるところを襲われたらしい。コンスタンツと会っていたのが罪なのですか。それは問題ではない。あれの傷の受け方だ。背中に傷を受けていた。騎士は敵に背を向けて逃げてはならないのだ。不名誉の罪は死罪に値する。背中に傷があるからといってラファエルが逃げた証拠にはならないでしょう。証明する者がいない。目撃者だったコンスタンツはさらわれてしまったのだ。コンスタンツか。犯人はコンスタンツを引き渡す代わりにディスティニーストーンを渡せと要求してきた。それはできない。ディスティニーストーン、あのおとぎ話の。ディスティニーストーンはおとぎ話ではない。現実に存在し本当の力を秘めている。詳しい話はバイゼルハイムのフラーマに尋ねるといい。バイゼルハイムへ行けるようになりました。よし、じゃ行きましょう。バイゼルハイム右から迂回していかなきゃいけないんだ。なんか右を通ってたよね。いや広いな。あれこれどうやっていくの。いけねえんだけど。迂回していかなきゃいけない。そういうこと。町の人結構いるじゃん。また地図だけかっぱらうか。で、多分ここ魔法屋さん、あ、スキルあんじゃん。魔法屋さんだけかなって思ったけど、そんなこともなさそうだね。いらっしゃいませ。薬草つ。ウィザード。火と風が変わるな。ここら辺は変わらないな。発掘スキル。発掘とかどうなの？全然ないけどね。何かお探し。薬を売ってほしい。竹。究極傷薬とレベル9必要だし。あ、ここパブだ。パブってでもバイゼルハイムは何もないよね。詩人がいて、まあ、別に誰もいない。仲間から外すだけ。さよなら。では正面の塔でいいのかな。あとなんかある。まあいいや。金へちょっと貯めておきたいからね。ダッシュが欲しい、マジで。赤。あ、宝箱。あ、取れないんだよね。これ買いかかってんだ。そう。明治スタッフとかってどうなの？いらないんだったらちょっと売っちゃいたいけどな。フラーマ大先生。ようこそバイゼルハイムへ。私はフラーマ。何のご用かしら。コンスタンツ。私が調べたところでは、コンスタンツは
この町の南の洞窟に連れ去られたようです。コンスタンツの場所が明らかになった。それが分かっていてなぜ助けに行かないんですか。すぐに行きましょう。私はあなたが来るのを待っていたのです。どういうことですか。あなたはサルーインの復活を阻止する定めを追っています。そのためにもっと力をつけ、もっと人々の信頼を勝ち取らなければなりません。今はコンスタンツ救出の話をしているんです。サルーインとかの話はまたにしてください。最近世界中で起こっている様々な事件、それはすべてサルーインの手先が起こしているのです。今度の事件もそうです。あなたは知らず知らずのうちに運命に従っているのです。それが自分の運命だったのか。わかりました。コンスタンツを救うことが騎士団を救うことになり、世界を救うことにつながるのですね。そうです。私はここでディスティニーストーン火のルビーを守らねばなりません。この塔の中のものは自由に使って構いません。一刻も早くコンスタンツを救い出して。ディスティニーストーンのことも聞いておきますか。サルーインとミルザの戦いは伝説ではなく事実です。その戦いの中でディスティニーストーンは重要な役割を果たしたのです。だけ火の術は火の鳥、これも強いっちゃ強いんだけど扱いきれない感じ。あ、リバイバーがあんじゃん。すげえ、さすがフラーマ大先生。宝箱をいただいていきます。まずはこれ、炎のロット。炎のロットって、あ、召喚だ。耐久力 LP を消費します。火の術具、あ、ちょっとこれは良さそうだな。ではこれもいただきます。スカーレットローブ、スカーレットローブもう見ないと分かんねえな。1616、知力アップ、これいいな。アルベルトプロテクターだったらスカーレットローブ上がるね。え、重いの、スカーレットローブって。重量が上がるんだけど、でもまあ知力上がるんだったら知力プラス9とかすげえ。でじゃあリジットレザーはなんか服、こいつら服しか装備してねえのか。プロテクターがいっぱいあるからプロテクター装備させよう。全員プロテクター、マジで現地調達いいな。で何もそうして帽子で、レザーだな。首はない、指もない。盾はスマートガードか、ちょっと待ってね。アルベルトをバックラーからスマートガードにしよう。で大盾でいいでしょ。ジャミルバックラーにしとくか。でガントレットね、いいの手に入れたけどな、ちょっと重いからホークに装備させよう。ホークはちょっと、あ、キットンソックスマンじゃん。これってどうなの。でもう一つ、明治スタッフ。この明治スタッフの有効性を見出せるかどうかだよね。杖、知力精神か、幻の術具、良さそう。ちょっとアルベルトに持たせるだけ持たして、でどうなる。知力プラス14とかマジですげえな。これさ、さらにさ、ドレスソーダ持たしとこう。ちょっと重くなっちゃうけど、これさらに炎のロットはどうでしょうか。いや、わかんないけど、炎のロット、ちょっと一回敵と戦おう。いざコンスタンツへ。ちょっと敵戦力を把握する。というかアルベルトみたい。いきなり宝箱ある。罠じゃねえだろうな。あ、罠解除で、罠解除できるって。しまった。よし、あ、でも周りの敵が来たって言うけどさ、いなくない。え、なんだ、全然わかんねえ。宝箱の中身がなくなるわけではないんだね。おお、来た。
いいだろう。全員気づかれたってことは強そうなんだけど、モード選択の切り替えができるやつ、明治スタッフ、炎のロッド。え、これどういうこと。火の術具っていうけど、なんかあるの。火ない。なんか覚えてるわけではないな。なんか専用技とかがあるのかな。ちょっとこれは調べよう。普通にで強そうだから全力でいく。ブレードも使おう。で衝突、どうせすぐ回復するんだから。スタンしろ。しない。駆け落ち。いや強いわ、やっぱり160は強い。いけブレード、ブレード抜け。いいね。ちょっといくらで売れるかも見てこよう。あ、陰鉄とかなんか結構いいのもらったっぽい。めっちゃ来てんだけど。サンチェイン敵に先手取られてるし、まあブレードロールで排除していけば問題ないでしょう。いいね。大丈夫大丈夫。シフ硬い。ただシフ遅い。マジで最後になった。何ガードしてきやがった。立てば完全に防げないか。でもこいつだったらもう普通に攻撃で大丈夫でしょう。はい、楽勝。むむむ。14あるね BP だったら。サイコブラストお願いします。攻撃力めちゃ高くなってんな。強さ BP、 BP 上がってくれ。マジで初手から打ちたい。同じような感じか。はっはっは。ってか LP 消費をなくしたいな。カットラス、あれカットラスって長剣じゃなかった。3匹排除完了。キットンソックス高え。3333円で売れる。ジャガンの魔除け、着用者から正気が失われる。知力精神ダウン、それは嫌だな。カットラスが小型剣か。明治スタッフ買い取り不可になってるし。ええー、そうなんだ。炎のロッドはどうなんだろうな。とりあえずキットンソックス売っちゃおう。これで5800円、これでいいや。じゃあ明治スタッフ装備しよう。知力めちゃくちゃ上がるからね。なんか使ってく。あ、これなんだ。 EP がない。 EP 耐久力が LP を消費する系か。壊れないんだな。いや壊れないかどうかって言われたら分かんないけど、これでちょっと覚醒員買いに行って。どこに売ってんだ。術が欲しいんだよね。ミルザのところに術が売ってそうな気はするけど。でロボザリア術奉仕も3に上げちゃおっかな。ジュエルいくつある。388だったらレベル3にできそうだし、体勢を整えてから行こう。でここで神殿のとこになかったっけ、売ってくれる人。なんだこれ。あ、ミイラ職人がいる。ちょっとなんか怖いから話しかけるのやめとこう。遠い。ここに葬られてんだっけ。こちらに。今さら。私の父と母が葬られていると伺いました。アルベルト様ですね。イスマスコー夫妻は母なる兄さんのもとへお帰りになりました。
私はどうしたらよいのでしょうか。今は兄さんに祈りましょう。何かお答えがあるやもしれません。父上、母上、姉は生きているのでしょうか。私はこれからどうすればよいのでしょうか。兄さんよ、お答えください。答えはなかった。兄さんなんかよりフラーマだよ。フラーマ大先生の言葉に従いましょう。人はいつか兄さんのもとへ帰る定め。しかしこれは決して悲しい定めではないのです。あなたにあなたの人生を生きる権利と運命を背負う義務があります。あなたの道を進みなさい。私の道とは、運命とは。私にはお答えできません。ニーサとエロールのご加護のあらんことを。こっちは土術かイジスの盾とか、なんかかっこいいな。こっちじゃなかった。時間の無駄だった。お前なんかよりフラーマ大先生の方がよっぽど道を示してくれる。逆顔か。あれ、なんかいる。あ、ガラハドか。ハゲちゃん。私はガラハド。この剣を神に捧げた戦士だ。人は聖戦士とも呼ぶようだが、聖人からはほど遠いな。勝った人は嫌だ。さよなら。ハゲは嫌だよ。で、俺が来たのはこの覚醒印を買うために来た。で、この覚醒印を使ってスペル、術合成解除して、で、ちょっともう一回術を合成する。ベースはサイコブラストで、追加で生命波動に覚醒印。 LP コストはでもかかるのか。 BP コスト6になるね。基本性能720とか超強いんだけど。よし、あとは LP がどれだけ持つか。ローザリア術星468か。あと100くらい必要なんだ。いや、これは欲しい。ちょっとこれ覚えてから行きたいな。まあしょうがない。とりあえず現戦力で、っていうか宝箱また復活してんだけど、今度こそ穴解除ですか。ちょ待って、解除、あ、避けたってこと。これ何、永遠取れんの。グラマーリング、グラマーリングって何。知力と精神。あれ、俺アルベルト装備してるやつ。あ、そうだよね、最初からバーバラが持ってたやつか。まあいいや、とりあえず現戦力で次回、コンスタンツ救出やっていきたいと思いますので、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。